次に笠井明君、笠井君。日本共産党の笠井明です。本改正案は、生産性向上特措法を廃止をして、規制のサンドボックス、この制度を、産業競争力強化法に移管をして、恒久化しようとするものであります。規制のですね、サンドボックスは、主務大臣が認定した新技術等実証計画、これについて、既存の規制を一時停止、凍結をして実施を可能とするものです。そもそも、規制のサンドボックスが、子どもが砂場で自由に砂遊びするようにという意味であることからも、まさに国民生活に関わるあらゆる分野を実験場にしようとするものに他なりません。そこで梶山大臣に伺いますが、この制度は、当時の安倍総理を議長とする未来投資会議で、この竹中平蔵氏が提案をして、未来投資戦略2017に速やかな創設が盛り込まれて、2018年に成立した生産性向上特措法によって導入されたと、そういう経過のものだということはよろしいですね。梶山経済産業大臣。サンドボックス制度は IoT やビッグデータ、人工知能の活用など、新たな技術やビジネスモデルの実用化に向けた社会実証を幅広い分野において進めていくことが必要となっていることに対応するために、政府として導入する必要があると判断をし、生産性向上特別措置法に盛り込んだものであります。ご指摘の未来投資戦略2017にも、プロジェクト単位の規制のサンドボックス制度の創設が明記されているものと認識をしております。2018年の法案審議で、日本版サンドボックスには分野の限定がないことを確認いたしました。当時の世耕大臣は、経産省が確認している18カ国では、フィンテック、金融分野を中心に特定の分野において実証していると、日本のように分野を限定していない国はないというふうに明確に答弁をされました。梶山大臣ですね、現在、規制のサンドボックス制度を実施しているのは何カ国あるのか、分野限定なしで実施している国はその中にあるんでしょうか。梶山経済産業大臣。前回の法案審議の際に、規制のサンドボックス制度を採用していることを当初として確認したのは、18カ国であるものと認識しております。制度創設以降、正確な件数は把握しておりませんけれども、サンドボックス制度の採用は拡大しているものと承知をしております。また、サンドボックス制度の対象分野については、例えばサンドボックス制度を最初に導入した英国においても、金融分野に加えてエネルギー分野が対象に加えられており、さらにフランスや韓国では、金融やエネルギーだけでなく、日本と同様に幅広い分野で実証が可能とされております。分野限定なしで、これを実施している国はあるんですか。限定なし、幅広いかどうかではなく。梶山経済産業大臣。フランスはそうであります。全体まだですね、十分に把握、正確に把握していないということもありまして、3年間の期間限定で実施していた異次元の金融緩和策を恒久化しようとしているのに、きちんと調べてもいないのかという問題が大問題になってきます。フランスも本当に全部ないのかということを、私はそれ、ちょっと証拠が確認できないんですが、当時、世耕大臣は、3年後に制度をどうするかと。3年間の成果やその時点での経済情勢などを踏まえて必要な施策を講じるというふうに答弁をされておりますが、この間、何件を認定をして、どんな成果があったんですか。梶山経済産業大臣。規制のサンドボックス制度は、機関や参加者に参加者を限定することによって、規制の適用を受けずに、革新的な技術を活用した実証を迅速に行い、規制改革や社会実装の実現を図る制度であります。規制当局においても、法律に基づいて行った実証の成果をもって、規制の見直し等の検討が可能となります。生産性向上特別措置法が施行された2018年6月以降、20件の新技術等の実証計画の認定を行い、139の事業者が実際に実証に参加をしております。笠井明君。で、どんな成果があったんですか。梶山経済産業大臣。本制度に基づく実証を行った結果、電動キックボードに関する道路交通法関係省令等の
特例措置の整備等が実現し、さらに本法案においても、債権譲渡の通知の電子化に関する民法等の特例措置が盛り込まれるなど、実際に規制改革が実現をしております。本制度は規制改革を実現するための重要なツールとして有効に機能をしており、産業競争力強化法に移管して高級化を図るところと図ることとしたところであります。その今それどういう措置を取ったかというのはその結果としてのことであって、個々の実証の結果というのは当然これ公表されてますね。実際こうやってやってきたわけだから。梶山経済産業大臣。サンドボックス制度が新技術や新たなビジネスモデルの実証を行うための枠組みであることを踏まえれば、実証で得られた各種生データを含め実証の成果を公表することは事業者の競争上の利益を失う損なう可能性があることから非公表としております。他方でサンドボックス制度を活用した実証事業の内容を国民に広く理解していただき、制度の幅広い活用につなげていく観点から、主務大臣は実証計画を認定した場合にその内容を直ちに公表をしています。制度の利活用促進は、重要な課題と考えており、引き続き精力的に取り組んでまいりたいと考えております。笠井明君。実際こういうことで導入して、個々の実証の結果は非公表だと、でその結果としてやったことについては明らかにしていると、この措置についてだということですが、成果があったというんですけれども、いつからいつまで、誰を対象にどんな実証を行ったのかと、実証する中で問題なかったか、問題をどう解消したか、その実証内容が過去に具体的に分からなければ、チェックすべき国会が評価しようがないじゃないですか。これでは本当に経産省に白紙にせよと、こういうことになるんですか。梶山経済産業大臣。制度の利用開始から3年弱経過をしておりますけれども、本制度は幅広い分野での実証に利用されております。実証にあたっては、生命や身体の安全確保が重要であることは言うまでもありません。サンドボックス制度は、事業者に対し、期間、場所、方法を限定し、参加者の同意を得ること、実証実験の管理監督を行うことなどを実証を適切に実施するために必要となる措置を講ずることを求めております。サンドボックスの計画認定については、主務大臣においてこうした措置が適切に講じられていることも確認した上で認定を行っているということであります。実際にこれまでサンドボックス制度を活用した実証の中で、委員がご懸念のような生命や身体の安全に影響がある実証は行われていないものと認識をしております。笠井明君。今の伺っていると、とにかく私を信頼してくださいという話になっちゃって、実際にどんなことで実証ということで認定をしたのか、その結果、どういうことがあったのかということがなければ、幅広く実証に利用されましたと言われても、それこそ分野限定なくやってると、でまあ、さっきフランスって話があったけども、すべてやってるのかというと、私、そうじゃないと思いますよ、フランスは。そういうことでやってる日本がですよ、結局、結果どうだったのかということについても、検証しようがないと、その上でこれを恒久化するというのが今度の法案だと思います。日本版サンドボックスは、対象分野が限定をされておらず、雇用や労働に関わる分野も実証の対象にしうると。法制提示にこの問題、私自身、本会議や当委員会の質問でも正してまいりました。労働者が人たるに値する生活を営むための最低基準すら引き下げることを可能にするという、これはもう重大な問題になりかねない。だからこそ参考人質疑で、あの時連合の神津会長からもですね、雇用労働に関する規制、諸規制に適用して労働基準を後退させるようなことがあってはならないと。同様に社会の質に関わる規制は、除外をすべきだという厳しい指摘があったわけです。大臣ですね、労働法制や社会の質に関わる規制を後退させるようなことがあってはならないと、この指摘というのは、今回の法改正で恒久化するというにあたって、どのように生かされたのか、どう検討されたのか、その点はいかがですか。梶山経済産業大臣。サンドボックス制度は IoT やビッグデータ、人工知能の活用などにより、新たな技術やビジネスモデルの実用化に向けた社会実証を幅広い分野において進めていくことが必要となっていることを対応するために導入したものであります。制度創設時の法案審議の際に、笠井委員から雇用や労働に関わる規制も実証の対象になるのかとご質問があり、当時の世耕大臣から、排除されないということに、排除されないということになると思いますと、お答えさせていただいております。他方、サンドボックス制度において、法律上、事業者から、
申請される実証計画を主務大臣である事業所管大臣と規制所管大臣が認定する際に、この法律及び法律に基づく命令、その他関係法令に違反するものではないことを確認をすることになっております。例えば、今委員がおっしゃった労働法制については、その主務大臣が確認をするということになっております。また、実証を行う事業者についても、実証の期間、場所、方法を限定をさせ、参加者の同意を得ることを課すなど、実証を適切に実施するために必要となる措置を講ずることを求めた上で、主務大臣としても実証計画の実施状況の管理監督を行うこととしております。このため現行の規制法令が保護しようとしている権利権益が権利利益が損なわれることがないことは法律上担保されているものと承知をしております。引き続きこうした規定を踏まえて適切に運用してまいります。主務大臣が確認する認定するということでやるから大丈夫ですと言われてもですね、これ法案の改正の議論してて実証実施結果もここに明らかにせずに、このままですね、こんな異次元の規制緩和を恒久化すれば国民の安心安全命を脅かすことになると、ましてコロナ禍であります。日々の暮らしの場を将来にわたって企業の実験場にすると、実験場にすると、サンドボックス恒久化は断じて認められないと強く申し上げたいと思います。次に2050年カーボンニュートラルに向けて 3.11 から10年、東京電力福島第一原発事故の反省と教訓をどう生かすかが根本から問われております。産業法の改正案では、グリーン社会への転換のための事業者の取り組みを主務大臣が支援する仕組みを新設するとあります。そこで梶山大臣に改めて確認しますが、法案の第2条第12項3号にある非化石エネルギー源ということに含まれる電源というのは何でしょうか。梶山経済産業大臣。今回の改正法案に規定する非化石エネルギー源の電源とは、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、原子力発電といった化石燃料以外のエネルギー源を用いた電源を指すものであります。浅田明君。非化石エネルギー源に原発も含まれるということであります。では条文にある需要開拓商品生産設備の支援対象と、これには脱炭素効果が高い製品として原発部品の生産設備も含まれるということになりますか。梶山経済産業大臣。カーボンニュートラル投資促進税制は、脱炭素化効果が高い製品の生産設備であって、早期に市場を投入することで新たな需要の開拓に寄与することが見込まれるものや、生産工程上の脱炭素化を進める設備を対象としております。ご指摘の原子力発電関係の設備はすでに市場が確立した製品であり、また生産工程等の脱炭素化を進める設備にも該当しないと認識しておりまして、税制の対象として想定はしておりません。浅田明君。該当しないと、税制の対象として想定していないということでありましたが、グリーン成長戦略には原発を確立した脱炭素技術であり、最大限活用していくと位置づけた上で、重要分野の一つとして掲げて、次世代炉の開発を行っていくことが必要ということまで明記をしております。確立した技術じゃなくて、次世代、これからの開発ということまで重要必要ということが明記されていると。革新的イノベーション戦略で、社会実装を目指す39のテーマが設定されていることもあって、ともありまして、この戦略の中には、その一つに革新的原子力技術があります。大臣ですね、そういう点から見ると、その部品の生産設備は支援対象にならないということにはっきり言えるんですか。小山経済産業大臣。カーボンニュートラルの実現に向けては、再生可能エネルギーはもちろんのこと、安全性が確認された原子力を含め、使えるものは最大限活用して、水素、アンモニアなど、新たな選択肢も追求していくというのが政府の基本的な考え方であります。こうした中で、原子力を最大限活用については、カーボンニュートラルという高いハードルの実現に向けて、必要な限りにおいて、原子力も含め、使えるものは最大限活用していくという趣旨であり、可能な限り依存度を低減するという、これまでの政府の方針に反するものではないと考えております。また、今、委員からご指摘ありました、次世代炉の開発を行っていくことが必要については、
原子力利用を進めていくために安全性向上を絶えず追求することが必要であり、こうした観点から安全性に優れた次世代炉の開発を行っていくという趣旨であります。新型炉の研究開発を進めていくことで足元の安全性向上、安全性の向上のために活用できる技術が生まれることも想定をされ、例えば新型炉の研究開発を通じて事故時に水素を発生しない燃料被覆管など既存の軽水炉の安全性向上にも貢献しうる技術が開発をされております。したがって現時点において原発の新増設リプレースを想定していないという政府の考え方に反するものではないと考えております。新型炉の研究開発ということでは、この点では、先ほど原発は確立した技術だから、この支援の対象じゃないと言ったけれども、新型炉はこれからやるということで、研究開発進めるということで、位置づけてるんだと、だったら確立してないんですから、それはじゃあ、支援対象になりうるということなんですか、そこはどうですか。はい、梶山経済産業大臣。今回の税制の対象には入れておりません。笠井明君。今回のは入れてないけども、入りうるということですか。梶山経済産業大臣。将来の家庭の話にお答えすることは適当ではないと認識をしておりますが、その上で今申し上げられることとして、本税制は3年間の措置として定められており、ご指摘の次世代炉については、研究開発段階にあり、少なくとも3年間のうちに市場に投入されることが想定をされません。したがって、先ほど申し上げたとおりですけれども、次世代炉が本税制の対象となることは想定をしていないということであります。笠井君。5月14日の外務委員会で、私、質問に立ちまして、江島副大臣は、日本は世界に冠たる技術立国で、日本企業の優れた設計や製造技術に対して海外からの期待の声があるのは事実だと。安全安心な脱炭素技術の最有力の一つであります小型モジュール炉技術の実現に貢献するため、これからも支援したいというふうに答弁をされました。法案の第2条第14項に、対象となる製品は、SIM省令で定める設備を言うというふうにあります。で、グリーン成長戦略の中で、小型モジュール炉などの部品も、そういう意味では対象に入ってくるんじゃないかと、除外するんですか、除外するとはっきり言うのか。梶山経済産業大臣。本法案の税制には入っておりません。笠井明君。省令で具体的に定めるというわけですから、本法案といってもそこには除外するという項目はありませんね。いくらそこでも追加できる仕組みになってるんじゃないかと、省令で定めると。結局グリーンや脱炭素を明確目にして原発温存すると支援するという余地残していると、こういうことになるんだと思うんですよ。で、今やですね、気候危機とも言うべき一刻の猶予もない状況であります。菅総理は今年4月22日の気候変動サミットで、2030年に2013年比 46% 削減という目標を掲げました。日本はパリ協定の目標達成のために 62% 削減が必要という国際研究機関クライメートアクショントラッカーの試算があります。この4月、高校生、大学生たちが経済産業省前で、この 62% というプラカードを掲げて、とにかく日本の最も生きた目標を掲げやるべきだということを求めておりましたが、梶山大臣、今の30年の削減目標で、50年ゼロに向けた軌道に乗れるというふうに、はっきりおっしゃれるでしょうか。梶山経済産業大臣。先月、地球温暖化対策推進本部気候サミットにおいて、菅総理は2050年目標と整合的で、野心的な目標として2030年度に温室効果ガスを2013年度から 46% 削減することを目指す、さらに 50% の高みに向けて、挑戦を続けていくことを表明をいたしました。今回打ち出した削減目標は、2013年から2050年まで直線的に温室効果ガス排出量を削減していくと想定した場合に、2030年時点で必要となる削減量を踏まえたものであることから、2050年カーボンニュートラルと整合的であると考えております。また、46% 削減という水準は、IPCC などの科学的知見に照らしても整合的であると考えております。新たな削減目標は、これまでの目標を7割以上
引き上げるもので、決して容易なものではありませんけれども、世界のものづくりを支える国として、次なる成長戦略にふさわしいトップレベルの野心的な目標と考えております。今後、新たな目標に向けた施策を具体化すべく、検討を加速してまいりたいと考えております。浅井明君。ドイツはですね、温室効果ガス排出削減目標を2030年までに1990年比で 55% 減というふうのがあったんだけども、それを 65% 減というふうに引き上げて、さらに排出量を実質ゼロとする期限を2050年から5年前倒しして2045年とするというふうに明らかにいたしました。そこで梶山大臣に伺いますが、ドイツ環境省が今年3月11日東京電力福島第一原発事故から10年の機会に、脱原発の完遂を目指す行動指針というのを公表しましたが、それについてはご存知ということでしょうか。梶山経済産業大臣。ご指摘のとおり、本年3月にドイツ環境省が2022年の末にすべての原子力発電所を停止した後、同国の原子力リスクを抑えるために必要な国内の取り組みと欧州国際レベルへの働きかけをまとめた脱原発を完了するための12項目を公表したことは承知をしております。その上でエネルギー政策の検討にあたっては、こうした他国の事例を参考にしつつも、我が国の資源の保有状況や自然状況などを考慮し、戦略的に検討がなされるべきと考えております。例えばドイツは森林を除く平地面積や着床式洋上風力発電の設置可能面積が日本の約2倍あると言って、比較的優良な立地条件を有しております。このように再エネのさらなる導入拡大を進めていくにあたっては、克服していかなければならない土地の制約は日独で異なっております。またドイツは日本と異なり、大陸にあるため送電網が他国と網目状に、メッシュ状に連携をしており、天候によって変動する再エネをバックアップするための必要な地域を超えた電気の融通が容易であります。その上で、再エネ導入に伴う負担により、家庭用電気料金が先進国の中で高水準となっている現実もあると認識をしております。こうした再エネをめぐる状況の違いもある中で、安定かつ安価な電力供給や気候変動問題への対応などを考えれば、安全確保を大前提とした上で、原子力の利用は現状では欠かせないものと考えております。笠井明君。他国の、事例を参考にしつつもと言われたんですけれども、私はまず参考にしなきゃいけないんだと思うんですよ。でなぜドイツがじゃあ3月11日今年福島原発事故から10年にあたってそういう行動指針を明らかにして、そしてドイツ自身も来年、原発全廃の見込みでありますけれども、依然リスクが残るという形で、欧州の志を同じくする国と協力をして、他の国々が脱原発に加わるように積極的に働きかけていると表明したのかと、その辺のところはよくやっぱり参考にするということが大事だと思うんですね。同じ東京電力福島第一原発の事故にこう見ながらですね、じゃあどうするのかということを考えている、日本は日本の条件があるんですと。いうことでずっとルール述べられたけれども、しかしまず事故にどう向き合っていくかということでの、やっぱりこう、あり方については、大いに参考にして呼びかけられたんだから、それについても検討してどうするかと、向き合うかということが大事だと思うんです。私はその点で梶山大臣ですね、福島事故から10年経ってなお、あの事故の収束の見通しもなくて、被害は一層拡大している、現状をもう目の当たりにしているのは、目の前にしているというのが日本ですから、日本こそ、原発のリスクの深刻さについては、これは最も体験しているということは言えますよね。梶山経済産業大臣。当然、その教訓を生かしていくということであります。笠井明君。そういう点では、いまだ8万人もの福島県民がふるさとに帰れないというのが事故の現実であります。で、ひとたび事故が起これば、取り返しがつかないのが原発だと。世界最高水準と言われましたけれども、それどころかですね、テロ対策を怠っていても見抜けずに、老朽原発の再稼働まで認めてしまうと、安全でも何でもないという問題は、やっぱり直視する必要があると思います。また、ドイツの行動指針では、原発を気候変動対策に位置づけることは、コストが莫大で、将来世代に負担をかけるというふうに言っております。
福島原発事故が起こり、収束にも安全対策にも莫大なコストがかかると、これが原発だということを、この点でも痛いほど知ったのが、我々日本ではないかと、我が国ではないかというふうに思うんですけれども、そんな点いかがですか。梶山経済産業大臣。日本は島国でありますから、他の国との連携線というものはございません。ですから、一国だけで完結する電力というものを考えていかなければならないということであります。さらに資源が少ない中でどう対応していくか、再生可能エネルギーに関しても、やはりこれ、立地の条件、適正というものがありますので、そういったものも含めて、日本が今できることというものをできる限り提示をしていく、そしてできる限りのことをやっていく、そして2050年のカーボンニュートラルを目指すということであります。いろんな条件が違うと話してました。私は今聞いたのはですね、コストの問題です。コストの問題でいうと、とにかく収束にも安全対策にも事故があったことに直面したときには本当に莫大なものがかかると、これは現実ですねということを聞いたんですが、その点はどうですか。梶山経済産業大臣。莫大な費用がかかっていることは現実であります。かといってドイツが原子力発電の電力を使わないということではないと思っております。笠原明君。もうドイツはですね、もう原子力発電の電力をもう来年で全部やめてしまいますので、そういうことではもう使わなくなるということは明らかです。で、2022年ですから全廃するということになっています。いまだにですね、そういう点ではその原発のコストの問題だって本当に正面から向き合わないということになっているというのは、本当に福島県民の苦しみを考えたらどういうことなのかということだと思います。日本経済研究センターは、福島第一原発事故の処理費用については、最大で81兆円にも達するというふうに推計しております。電源別コスト比較を見ても、原子力だけが上昇傾向にあって、2013年に原発の競争力は喪失していると言っております。そういう点では、原発は経済的にも成り立たず、CO2 は少ないけども、クリーンではなくて、避けられないリスクを抱えていて、その結果、コストは莫大で、将来世代に重い負担をかける、こういうことになるんだと、そしたらそれでなくて違う道をきちっと考えるべきだと、こういう立場に立つのが、やっぱり我が国の原発エネルギーに責任を持っている大臣のやるべきことじゃないですか。梶山経済産業大臣。今の技術力ではそれに代わるものというのは、2030年、2050年のゴールを目指すという点では、なかなかないというのが現実であります。技術開発をしていくということで2030年に向けてしておりますけれども、今は現状の9年後には今の技術の中でどうその再生可能エネルギー、また脱炭素のエネルギーを生かしていくかということが2030年の目標達成につながるということであります。2050年に向けては2030年以降にイノベーション、まあ、技術開発の成果が出てくるものもあろうかと思いますけれども、そういったものも含めて対応していくということでありまして、ドイツの場合は隣国フランスとの連携線というのもしっかりしておりますので、買うばかりじゃなくて、お互い融通し合うということができるということも含めて、対応ができるということであります。笠原明君。日本だって国内でいろんなね、やっぱり条件違うところあるけれども、連携しながらですね、融通し合うということを大いにやると、その中でどういうエネルギーでやっていくかということについては、本当に真剣に考えるべきが必要だと思うんですよ。で、2030年、我があとちょっとしかないと、9年後だと、2050年まだあるという話言われるけど、もう50年だってそんなに先じゃないですからね、そこまでに本当にやりきれなかったら、50年 CO2、グリーン、カーボンニュートラル実現しなかったら大変なことになるということなんだから、そこで本当に今、切り替えをやらなきゃいけないということに来てるんじゃないかと思うんですよ。で、いつまで原発にしがみついていくのかと、原発重要だとやっていくのかということになると、で、ドイツで言いますと、石炭と原発中心の電源構成から、東京電力福島第一原発事故を機に、再エネ中心へとさらに急転換をいたしました。20年前は再エネ比率がわずか 6% だったのが、2020年には 46% へと急速に拡大しているわけです。今からだって切り替えれば、2030年、50年向けて大いにそれ転換できるというところにあると思うんで、原発最優先のエネルギー政策の下では、再エネの導入は進まないと、世界最悪の原発事故を起こした日本こそ率先して、脱原発へと進む責任があるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。今の時点で何のその手法もないままに退路を断つことはできないと思っております。まあ、そういった中で再稼働の安全を確認をされたものに関して、地域の理解を得ながら再稼働をしていくという方針ということであります。
ドイツにつきましては、先ほど申しましたように、各国との連携線、大陸でありますから連携線があるということ、まあ、そしてそういったものも含めて、あとは再生可能エネルギーの立地条件も含めて、恵まれているということでありますけれども、ちなみに太陽光の発電量というのは、日本はドイツより倍近くあるわけであります。笠井明君。日本だって今は倍近くあると言われたけど、再エネ の可能性にも本当に恵まれているところがあるわけですよ。そこを脱炭素でですね、再エネと原発を一括りにされますけれども、原発動けば動くほど、再エネの受け入れ量が減るような、原発最優先給電ルールの下では、再エネの導入は進まない。現に原発が4基稼働している九州電力では、今年4月以降で、すでに39回の再エネ抑制を指示をしているわけです。ほぼ連日のペースです。で、再エネのコストは高い、よく言いますけれども、これまで日本が真面目に取り組んでこなかったからだと思うんです。もともと太陽光発電では、高いものづくり技術を持つ日本の企業が、世界市場で大きなシェアを占めてまいりました。2006年までシャープが世界第1位の生産量を誇って、一時は世界上位5社のうち4社が占めるほどだったわけですよね。ところが2012年にはトップ10から、トップ10からですね、姿を消して、ついに三菱電機が自社ブランドの製造販売から撤退をし、パナソニックも今年度中の撤退を発表をしています。エネルギー政策の中心に再エネを据えなければ、その産業も発展せずに導入も進まないと、やはりここでは本当に再エネ中心に、最優先に舵を切るべきではないかと、これは本当に大事なところに来ていると思いますよ。どうですか。小島経済産業大臣。これまでも再エネを最大限導入をしていくということを宣言をしているわけであります。まあ、そういった中で、現状、先ほども申しましたけれども、他の手段もない中で、すべてを放棄して退路を断つということは、安定供給への責任というものを国として放棄するということになるかと思います。まあ、そういったことも含めて、次世代、今の時点で、その原子力を放棄するという選択肢は私はないと思っております。笠井明君。まあ、原子力、今の時点だって、原発の比率、電力の中で比率 6% ぐらいですからね。で、非化石だということで、再エネと原発双方を支援すれば、再エネ分が減ってくるということになります。ドイツのシンクタンクのアグラ、エナギーベンテ、CEO のパトリック・グライヘン氏は、日経新聞のインタビューにこう答えております。20年前、変動の大きい再エネがこんなに増やせるとは思っている人はいなかったと。ここまで増えてきても、電力供給は安定し、停電も起きない。再エネは高い。電力網を不安定にするという考える人がいるようだが、技術の進化を見るべきだと、ドイツ環境省で気候エネルギー政策の責任者を務めた方が、このように非化石燃料と原発中心のエネルギーから 100% 再エネへの転換が戦略の出発点だと、まあ、明言しているわけですよね。こうしたやっぱり経験教訓というのも大いにやはり参考にすると、さっき他国も参考にするとおっしゃったけど、大臣、こうした見地で、我が国のエネルギー基本計画も根本的に見直すべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣。他国の良いところは見習おうと思っております。今、停電がないとおっしゃいましたけれども、これは大陸の中で各国との連携線を結んでいるということでありまして、いざというときにはその連携線経由で電力が来るということであります。日本は島国でありますから、一国で、しっかりその完結をしなければならない。隣の電力会社があるじゃないかというけど、その連携線もありますけれども、全体でのエネルギーの割合というものも考えなければいけないと思っておりますので、現時点では私どもは、やっぱりこれは放棄すべきではないと思っております。笠井明君。日本だってですね、島国とおっしゃいますけれども、もう北から南までさまざまな条件がある中で、いっぺんに全国停電になるわけじゃないです、それでそこのところは大いに北方連携だって、もっとちゃんと強化すればいいって話があるけど、そうなってない、九州との関係だってそうだと。いうことがあるわけだから、そういうことを大いに努力する必要があると思うんですよ。世界の流れは省エネ、再エネです。とりわけ再エネは、世界的には事業で使用する電力を 100% 再エネとする RE100 の宣言が大きく広がっております。ところが日本は、企業による 100% 再エネの転換が最も困難な市場トップ10に挙げられているということになるわけで、やはりそうした再エネ事業が取引条件になる場面というのが、今後確実に世界的に増えてくる中で、それに本当に出資とすると、そのためにも原発とは本当にできると、やらなきゃいけないということになってくると思います。
法案、結局グリーン社会、脱炭素の名目にして原発の永久活用を狙うものであり、断じて容認できないと申し上げたい。野党が共同提出している原発への基本法案、再エネ4法案の方向にこそ進むべきだということを重ねて申し上げまして、質問を終わります。次に、みの